それではこちらの論文を紹介させていただきます。誤り訂正タスクでは、機械翻訳で使われるモデルがよく使われるんですけど、その機械翻訳タスクの、コーパスのサイズの量はコーパスの量で比較すると、学習者のアノテーションコーパスの量っていうのが非常に少ないっていう問題があります。で、右のグラフは、これ青いラインが、ニューラルモデルの、ブルーの値を示しているんですけど、かなり大規模なコーパスサイズがないと、十分な性能を発揮しないということが分かっていて、これ一番右の方だと大体300トークン数ぐらいあるんですけど、一方で、誤り訂正のコーパスだと一番大きいラング8でも25メガトークンっていうふうに非常に少ないことが分かります。でそこでこの論文では、教師なしの疑似誤り文の生成手法というのを提案しています。で疑似誤り文を作るんですけど、その作るときにコンフュージョンセットっていうのを使用します。でこれは、同じ品種の単語だったり似ている単語の集合をのことを言います。最初に、コーパス中の全単語を、アスペルスペルチェッカーっていうツールに、入力します。でこのスペルチェッカーはその入力された、単語に対して、近しい単語のリストを出力してくれます。でここではその出力リストの上位20件をその単語のコンフュージョンセットとして、定義して使用します。まあ、これはその例で、例えばハズって入力したら、ちょっと分かんないですけど、ハッツとかガスとかいう近しい単語が出てくるようなものです。で疑似誤り文生成の手順を説明します。で最初に入力文が、与えられたら、P エラーっていう、確率で、その文中の、単語を選択します。でその選択された各単語に対して置換、削除、挿入、入れ替えの4つの操作のうち1つを、実行します。で置換は 70% の確率で実行されて、さっき作ったコンフュージョンセットからランダムに単語を選んで置換するということをします。で削除、他は 10% で削除は削除して、挿入はその選ばれた単語を次の位置にランダムに選んだ単語を挿入します。で入れ替えは次の単語と入れ替えるということを行います。さらにこれを文字レベルでも行います。で入力文の単語の 10% に対して文字レベルでさっきと同じような置換、削除、挿入、入れ替えを行ってあげて、まあ、こういうふうな、疑似誤り文が生成されます。最終的に、ニュースクロールコーパス の、 大規模な単言語コーパスのうち、2メガ分を使って、疑似誤り文を生成してあげて実験に使用しました。で作った疑似誤りデータを使って、モデルをプリトレインしてあげて、その後曖昧訂正のためのコーパスでファインチューニングするっていう方法をしてるんですけど、ここではそのファインチューニングの方法を2つ検証をしています。でリトレーニングは、事前学習したモデルの重みを初期値として学習率や最適化パラメータをリセットして、新しいデータを学習するっていう方法で、ファインチューニングは、重みだったり学習率最適化パラメータを保持して新しいデータを訓練するっていう方法です。であと疑似誤り生成の手法とはちょっと違う話になってくるんですけど、リランキングの方法でライトトゥーレフトリランキングっていうのを使用しました。で、通常だと、通常だと文頭から文末の方向で学習するんですけど、すみません、逆ですね。文末から文頭の逆の方向で、学習したモデル、ライトトゥーレフトモデルっていうのを用意しておきます。普通
通に生成した、出力の、NV ベストリストを、逆方向の学習をしたライトトゥーレフトモデルで、そのスコア付けしてあげて、そのスコアに従ってリランキングするってことを、ここでは使っています。データセットです。データセットはこちらになるんですけど、R と L っていう2つのトラックがあって、R リストリクテッドトラックは普通の曖昧訂正を行うトラックなんですけど、L ローリソーストラックは、アノテーションコーパスを使っちゃいけないっていう風な、タスクになってて、この論文ではそのタスクに取り組んでるんですけど、このビキ L っていう、コーパスを使って、学習させています。これは、ウィキペディアの編集履歴を、クロールしてあげて、その編集前と編集後の対訳ペアっていうのを集めたんですけど、かなりノイズが多いらしくて、2つの方法で、相当してあげて上位2メガ分を使用しました。で、1つは普通のワードレベルの5グラム言語モデル、もう1つは、操作タグの5グラム言語モデルで、例えばこの上と下の2つの編集ペアがあったときに、どういう編集したか、どういう単語を操作したかみたいなのを、ラベルとして抽出してあげて、で、それだけの言語モデルを構築してあげて、スコア付けに使うということをしていました。で、結果です。いろいろちょっと割愛するんですけど、ベースラインは普通のトランスフォーマーですね。で、LM プリトレインは、言語モデルをプリトレインした、トランスフォーマーです。で、それに対して、疑似データをプリトレインしてあげて、リトレインとファインチューニングしてあげることで、スコアが上がって、ファインチューニングの方が良かったっていう結果になりました。で、あと、トランスフォーマーの、アンサンブルと言語モデルでの、さらにアンサンブルしてあげて、で、RL リスコアリングはライトトゥレフトリスコアリングですねを追加してあげると、またスコアが上がって、ここが一番ベストなスコアになりました。はい。2つのトラックで、この53と 44.95 っていうスコアを出して、これが、BA シェアドタスク、曖昧訂正のシェアドタスクの中で、両方とも1位のスコアを出したそうです。エラータイプごとのスコアを見てみると、これ青の縦線が、普通のアノテーションコーパスを使った結果で、赤のローリソースが、ウィキエルコーパスを使った結果を示してて、青の方が高いんですけど、中にはその青と赤のスコアが同程度ぐらいになるようなエラータイプが見られていました。この赤線を引いたところがだいたい同じぐらいのスコアを出してて、そのアノテーションコーパスを使わなくても高い精度を出せるようなエラータイプが存在するということが分かりました。はい、まとめです。すごくシンプルな教師なしの疑似曖昧生成手法を提案しました。疑似曖昧データでプリトレインからファインチューニングするという方法と、アンサンブルとリランキングという手法を合わせることでベストスコアを出しました。で、BA シェアタスクのリストリクティッドトラック、ローリソーストラックインで1位を獲得して、載せてなかったんですけど、この2014テストセットでもステートオブザアートを達成しています。以上で終わります。